春の全国交通安全運動が平成29年4月6日から全国一斉に始まりましたが、阿蘇警察署では交通安全運動の出発式が行われ、交通事故防止を誓いました。4月6日に阿蘇警察署で行われた交通安全運動出発式には、警察や交通安全協会関係者らおよそ100人が出席。まず、交通事故犠牲者の冥福を祈って黙祷を行い、続いて長年にわたって交通事故防止に功労のあった人や有料運転者の表彰が行われました。出発式では岩下哲三阿蘇地区交通安全協会長と星原重幸阿蘇警察署長が挨拶。県内では交通事故が増加傾向にありますが、阿蘇署管内では減少傾向にありますと述べました。続いて YMCA 恩返し保育園の園児12人が交通事故に遭わないように注意しますなどと交通安全を誓いました。春の全国交通安全運動は平成29年4月6日から4月15日までの10日間実施され、子どもと高齢者の事故防止、事故に遭わない、起こさないを基本に、歩行者、自転車の交通事故防止などを重点としています。出発式の後、パトカーを先頭に市役所の車などが市内をパレードして、市民に交通事故防止を呼びかけました。